前らせっかく飯食ってんだからさ、なんか喋れよ。八つ枯れは腹を満たすために食べているだけ。何も話すことはない。いや、人と飯に来て言うセリフじゃねえな。俺はお前が最近ずっと塞ぎ込んでるから気になって誘ったんだからな。カジ、お前もなんか話せよ。このスープはコンソメの味がいいバランスで美味しい。そうそう、こういう会話をしながら飯を食べた方が楽しいだろ。しかしながら科学の根源はいつだって疑うことということで、今から科学実験します。科学実験？このスープに今から砂糖を投入。やめろ！せっかくの味がまずくなる。まずくなるね。でも世の中のすべては科学。メロンに生ハムを乗せて美味しいと誰が思ったか、酢豚にパイナップルが合うと誰が思ったか。いや、そのどっちも好みがあるぞ。好きな人もいるが苦手な人は苦手だ。すべて実験しなければ結果はわからない。それでは砂糖をサラサラサラ。おい、お前何俺と芥川のスープにも入れてんだよ。サンプルは多い方が結果が正確になる。人を巻き込むなよ。っていうか、これ飲めなくなったじゃねえか。飲めなくなった？でも世の中の全ては科学。メロンに生ハム。いや、それはさっき聞いた。でもこんなのうまいはずねえじゃねえか。それも飲んでみなければわからないこと。とりあえず一口。ほう、もしかしてうまいのか。まずい、これまで食べたことの全くない味だ。だろう、やっぱそうじゃねえか。とんでもないよな、芥川って。お前そのスープ飲んでんのか。八つ枯れは腹を満たすために飲んでいるだけ。こんなの飲んでられないだろう。八つ枯れは腹を満たすために飲んでいるだけ。味は気になる。いや、お前今むせただろ。やっぱり辛いんじゃねえか。むせてなどない。ブオホって言ったがな。それに顔も少し赤くなってるし、やっぱむせたんだろ。むせてなどない。ああ、なんで素直じゃねえんだよ、まったくよ。素直じゃねえところは太宰みてえだな。太宰さんみたい。何、太宰みたいって言われて嬉しそうな顔してんだよ。嬉しそうな顔などしていない。つうか、お前はなぜ太宰にこだわる。こだわっているわけではない。話したくないっつんならまあいいや。で、横でカジ、お前は何してんだ。さっきのスープに胡椒、ブイヨン、バジル、練りごま、練乳、チリパウダー、オリーブオイルなどなどなどを投入。お前一体何をしてるんだよ。調味料で遊ぶとかって子供じゃねえんだからな。子供？そう、このカジは科学の申し子なので、そのカジが調整したこのスープがまずいわけがない。おお、それじゃ飲んでみろよ。いただきます。だろうな。入れてるものを聞いて絶対そうだと思った。これは実験、すなわち失敗もまた貴重なサンプル。サンプルなの。偉そうなこと言ってても、そんだけ咳込んでたら説得力ねえぞ。なんで俺の周りにはこんな厄介なやつしか寄ってこないんだ。同感です。ってお前も厄介なやつに入ってるからな。